ああ、ミア、本当によかった。料理中に近づいたら危ないでしょ。あっという間に誕生日だな。成長が早いわね。今を楽しまないと。ミアのおかげでこれもなかなか減らないな。ちょっと、何してるのよ、もう。散歩は暖かくなったらな。戸締まりを確認してた。よしよし、ママにも言ったんだ。あの本はまだ早いって。パパとママの大好きな曲だ。もうすぐだからな。
ローズは平気だ。こんにちは、ローズ。そんなすぐに吹っ切れるもんか。ずっとこのままでいられたら。ミアが待ってる。怒らせると怖いぞ。おねんねだ。よし、いい子だ。大丈夫、すぐ下にいるから。絵本の怪物はパパがやっつけてやる。美人になるぞ。あの子は？よく寝てるよ、赤ちゃんらしく。うん、いい匂い。これは？あ、まだダメ。チオルバデレギューム、地元の料理よ。すっかり地元民ってわけだな。地元のワインも。でもあなたがいじけたままでいるなら、これはお預けね。あなた本当に気にしすぎよ。だけど、ルイジアナでのことや君の妊娠、クリスに引っ越しさせられて、戦闘訓練までいろいろあったから。でも家族が一緒にいるわ。あなたと私とローズ、今はそれで十分。本気か？そんなすぐにルイジアナのことを忘れられるって？とっくの昔に終わったことよ。なのにあなたと来たらまだ。なんだ、ミア、伏せろ。ミア、どうして？クリス、なんでお前が。悪いな、イーサン。やめろ！そんな、どうして？
さっさと歩け。異常なし。ロズ、おい娘に何する。確保しました。どうぞ。連れて行け。おいローズに触るな。イーサン、やめとけ。